こんにちは。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 今日はですね、子供さんが遊びに来てくれてますので、はい、今回はちょっと子供さんってバス釣りやらないんですよね。そうですね。1回ぐらいしかやったことないですね。ああ、なるほど。それでちょっと僕バス釣り好きなので、はい、バス釣りに興味を持ってもらおうと思い、それに一番興味を持つのじゃないかなとこういろいろ考えたら、簡単にとりあえずルアーを作ってみて、そのルアーでもし子供さんが釣れたらバス釣りにはまってくれるんじゃないかなと思い、はい、はい、今回ちょっと工作をお手伝いしてほしいと思います。はい、わかりました。はい、使う材料がですね、メインがこちら紙粘土で、まあ一応まあニスとかで外をコーティングすれば、はい、まあ、なんとか水に触れなければ大丈夫なんじゃないかなと、はい、失敗する可能性は大です。うん、はい、大です、ね、やりますか。はい、はい、で色付けは簡単に油性マジックなので、はい、なんかで、まあ、重り系と、はい、と、まあ、形をするために、はい、こんなヤスリでしょ、で、まあ、ちょこちょこと、はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと雑なんですが、下から汚れないように、はい、このビニールを、ビニール袋で、はい、はい、作り方といたしましては、はい、これが正解かどうかはちょっと謎なんですけど、針金、これ多分錆びないようにステンレスがいいと思うんですけど、はい、ステンレスでこう、まあ、アイっていうんですけど、ルアーのその糸を結ぶとこだったり、この針をつけるところなんかをこれで骨組みを作ります。はい、でそこにまあ重り、重心がこの辺にしたいっていうところに重りを入れて、それを紙粘土で塞いでルアーの形にしてっていう感じでやっていこうと思います。はい、はい、よろしくお願いします。40年ぶりに触るね。もう遊びのスペシャリストなんでですね、子供さんはきっとこういうのは大の得意ですよ。おお、ルアーの種類的にはどんなの？ですね、多分こいつ浮かずに勝手に沈んでいくと思うんですよね。はい、なんで、はい、そのバイブレーションっていうルアーの名前のやつがありまして、ほうほうほう、こう沈んでいってブル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 ってなるやつですね。はい、それだったら多分このやり方でいけるんじゃないかと思うので、バイブレーションを、はい、バイブレーションですね。はい、はい、まあ、お腹のところも一緒みたいな感じで、はい、こういう感じで、とりあえずこう、はい、この型を使ってこいつを作るのが最初ですね。はい、尻尾と頭と、まあお腹のところももう一回曲げないといけないんですけど、はい、こんな感じで、はい、はい、了解です。はい、なんで大体の大きさで、はい、こう合わせながら針金を曲げてもらえると、はい、ありがたいです。はい、じゃあ児玉さんの分の針金を切っておきます。ありがとうございます。はい、200円。あら、お安いのですね。お安い、はい、ジョークはビッグバイブレーションですね。ビッグバイブレーション、はい、それはちょっとなかなか、はい、ちょっと心をくすぐるんですね。僕はちっちゃなバイブレーションにしようかな。でかっ。これぐらいある方があれでしょう、よく震えるんじゃないですかね。ああ、なるほど。まあ、多分紙粘土なんで強度は絶対ないでしょうね。下手したら一投目でスポーンって針金だけ残ってるから。ウェイトは紙粘土に入れるんですかね、それとも針金につける感じですかね。ですね、まあ多分こっちでも大丈夫なんですけど、はい、これでしたらもう多分ね、埋め込むじゃっていいかもしれないですね。できました。はい、お、上手。それではちょっとじゃあこちら一旦乾燥を待ちますかね。はい、約10分15分ぐらいで。あ、そんな早いんですか。はい、表面は乾くみたいなんで、はい、はい、じゃあちょっと待ちましょう。はい、それではお次色をつけていきましょう。はい、はい、児玉さんどれを使われますか。ベースは黄色をベースにしようかなと思います。じゃあ僕は赤
はい、これ塗っていけば入っていけばいいんですかね。はい、はい、大丈夫だと思います。はい、じゃあ色つけていきます。左右違うかもですけど、大体で。これあれなんですかね、ひょっとしたら一、はい、回この水性のやつのコーティングした後にですけど、かもしれなかったです ね、 ね、中間でとりあえず一旦やめてこれコーティングしますか。はい作戦失敗。はい、じゃあお外行きます。はい、おい、ここにちょっと仮で1日おさせてもらいましょうかね。では開けます。おそらくこれ入ったら一番良かったんですけど、ちょっと入らないのでかけて、つるっとかけて、よいしょ、こんな感じでやってあげて大丈夫だと思います。こちらで一回僕は置いておきます。はい、はい、じゃあこれも同じく、はい、かなり滲みそうな気持ちで滲みた時はすいませんね、僕のちょっとお調べ不足でした。はい、それではちょっとこれで乾燥を待ちましょう。はい、はい、ほい、はい、1回目のコーティングが終わり、はい、ちょっとですね、はい、あのコーティングをする前に色を塗ったらダメでしたね。はい、はい、なのでもう一度ちょっと一度コーティングはしたんですけど、はい、もう一度塗ります。はい、と秘宝、はい、僕のはですね割れちゃいました。真っ二つです。なので、うん、脱落すいません、僕のはちょっと脱落しちゃいました。調光前にもうすでにあるんですね、はい、こいつに託します、はい、ので、はい、とりあえずは一度コーティングしてますが、はい、その上から色を、はい、色をつけていってほしいです。はい、わかりました。で最初の仕様から確かこのまま変更ことはあれですね、黄色に塗ってたんで、はい、タイガーカラーみたいにしたかったんですけど、黄色緑で、でもこのなんか形というか、はい、大きさからしてブルーギルぐらいがいいんじゃないかって徳ちゃんが言ってくれたんで、はい、ブルーにします。ブルーに、はい、はい、じゃあブルーギルカラーを、はい、はい、いきたいと思います。お願いします。はい、じゃあエラのところをまず、ほい、あ、おお、黄色と青を混ぜたらそれは緑になりますよね考えてみたら。そっか、まあちょうどいいかもしれません。ちょっとかもしれないですね、はい、全く一緒ですね、はい、でも小玉さんその緑を狙って最初に黄色、そうですね、はい、黄色、下は黄色で上青やれば緑になっていくなっていうのはもうずっと前から考えてたのでなるほど、この緑ははい、これに、はい、目は大きい方がモテるって言われてるんで、はい、まあ、そこそこ大きく、いや、かなり大きく、はい、おおおと、縦模様、縦模様、はい、もじゃ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 、おい、もじゃ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 、だんだんスイカに見えてきたんですけど今描きながら、あってなんか、なんだっけこの模様と思ったんですけど、スイカですね、はい、では、はい、カラーは完成ですかね。はい、完成です。やった、でも本当可愛らしいですね、はい、ちょっとこだわりの青、こだわりの青、はい、からのグラデーション、グラデーション、そして、はい、黄色が意味をなさなかったグリーンですね。はい、ウォータメロン、そういうことなんですね。そう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 、最初からそういう風にやってたんですね。ものすごい気に入っ
急カーブを曲がって行かれたんですけど、はい、芸術は爆発なんですね、そうですね、はい、ここで爆発して、はい、こっちに行っちゃったっていう、あ、なるほど、そういう感じです。はい、はい、今度はちょっと釣りに行きましょうかね。はい、はい、じゃあとりあえずルアーは完成しました、はい、完成でーす、はい、釣れるといいですね、はい、とりあえず投げれたらいいですね。そうですね、そこがまず、はい、ゆっくり投げる感じで、はい、はい、じゃあ、はい、釣りに行きましょう。はいはい、はい、小玉さん、はい、ルアー完成しましたね。はい、じゃじゃん、あ、でかい、でかい、でかすぎた、でかすぎたこいつを、まあちょっと僕のはちょっと割れて壊れちゃいましたので、はい、そいつが生き残って魚が釣れることを期待してます、はい、もし1投目で壊れたらそこで動画終了であります。じゃあ、はい、早速ちょっと池の方に行ってみますかね。はい、はい、じゃあレッツゴー。 はい、池到着、はい、たまによく見るとこですね、はい、それではこいつ、まず心配なのがベイトリールってところですね。そうですね、小玉さんがゆっくりポーンと放り投げる感じで大丈夫だと思います。はい、じゃあ投げてみます。はい、壊れないでね。はい、よし、ダパーンいったっすね。でもいい感じだと思います。ものすごい勢いで沈んでるような気がする。重たいですか。とりあえず投げることはできましたね。投げることもできましたけど泳いでないっぽいですよね。泳いでないっぽい、はい、おや、予定ではバイブレーション、藻、はい、が絡む、藻絡む、あ、でもブルーギルっぽいっちゃブルーギルっぽいかもしんない。映るかな、ちょっとブルーにですね。これ引っかかってないですかね。引っかかってますね。引っかかってます。あ、でも一投目じゃ壊れなかったね。一投目無事帰ってきましたね。帰ってきました。釣れる気がちょっとしないですか。あら、作り手の小玉さんがそう言ってしまうともうこんなはずじゃなかったか。やってなった。何回まで大丈夫か。はい、お願いします。お、上手。もう思いっきりビッグベイトの音がしてますね、着水音は。釣れない。あらー、ついに、あ、なんか骨が見える、はい、これちょっともう次でバラバラになってゴミになっちゃうとあれなんで、ちょっとまた改めて作りますかね。またちょっと作戦を練り直しましょう、はい、素材も考え直しましょうか、はい、ですね。まずでかいのを作らないということでちょっと反省しました。了解です。はい、まあじゃあ今回はちょっとまあ思いつくものでルアーを作ってみて、はい、バス釣り初心者でもちょっと楽しくできるかなという企画でした。はい、はい、もうちょっと作戦を練ってまた出直します。はい、小玉さん、僕のわがままに付き合ってもらって、いやいやいや、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそすいません、こんなでかいのを作ってしまって。いえいえいえ、まあでも楽しかったですね。はい、楽しいですね。ではじゃあこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。はい、ご視聴ありがとうございます。メインのチャンネルはこちら、料理のチャンネルはこちら、高評価チャンネル登録よろしくお願いします。インスタグラム、ツイッターのフォローもよろしくお願いします。じゃあね。